2929 29とは20の質問という古典ゲームをバンダイが商品化した人工知能玩具である。2005年11月12日発売。この29の原作であるウェブバージョンは 209.net と呼ばれる。29はプレイヤーが思い浮かべた何かについて20問の質問をする。プレイヤーが質問に答えることにより、29はそれが何であるかを推定する。 筐体は玉を上下から押しつぶしたような形で、その大きさはおよそ 7cm、7cm、5cm である。プレイヤーは最初に何か一般的な名詞を思い浮かべる。29はプレイヤーが思い浮かべたものについて、ジャンルを問う1問と、はい、いいえで答えられる19問、計20問の質問を行う。プレイヤーはそれらの質問に順に答えていく。 質問に対する回答には、はい、いいえ、時々、わからないの4つのボタンを用いる。ただし1問目だけはジャンルを問う質問なので、左右のボタンもしくは、はい、いいえのボタンを使って、生き物、植物、鉱物、その他、わからないの5つから当てはまる1つを選び、回答する。20問の質問への回答が終わると、29はプレイヤーが何を思い浮かべたのかを当てる。 それが正解である場合は、はいボタンを押すことで終了する。不正解の時は、いいえボタンを押す。すると29はさらに追加で5問の質問をするので、先ほどと同様にプレイヤーは4つのボタンで答える。追加の5問への回答が終わると、29は再びその何かを当てる。今度は、正解でも、不正解でも質問終了となる。バンダイでは日本語版を作るための 日本語版をウェブ上で公開し、多くの人にプレイしてもらった。そのデータを活用して29という商品を作った。ありがとうございます。